はい、えー、今回の暗号通貨ニュースは BTCNEXT というね、暗号通貨の取引所からニュースレターが送られてきましたので、こちらの方ちょっとね、大事なニュースレターになりますんで、最後まで一緒に見ていきましょう。最初はご挨拶が書いてますよね。こんにちは。そして2021年にようこそと書いてありまして、えー、XYM エアドロップ条件も更新しました。その他いっぱいありますと。 よりり詳細な情報を知りたいい方を歓迎しますとすととうこでね最近ねこういうふうな暗号通貨系のメールが来て取引所のあなたのログインしているパスワードをもう一回打ってくださいみたいなメールが来るそうなんですよ。でそこにまあ正直に打つといろいろと盗まれちゃうみたいなことがありますので今回もね BTCNEXT ですっていう形でメールが来るんですけども、BTCNEXT じゃないところからのメールが来て、そこにサインインすることを求められて、そのままパスワードを盗まれちゃってね、で、BTCNEXT のお、なんかいろいろ資産を盗まれちゃうみたいなことがあったそうです。私のところにもね、BTCNEXT のメールが来たんで、怪しいなと思って、それには反応しなかったんですけども、こちらの方はどうやらね、公式みたいなんで開いてみました。 え、マーケット、金融市場についてのことが書いてありますよね。冷静な分析でございます。P&S、S&P が500は3800ドルをマークしたということで、世界的にいろんなね、金融市場っていうのは盛り上がってきて、儲けをかなり感じさせますよね。これは実体経済に突っ込むべきお金が、こういうふうなね、バーチャル経済に流れていったんではないかなと私は思っています。その一つが暗号通貨です。クリプトの世界です。ちょっと読んでみましょうか。 暗号市場、時価総額はこの7日間に9%増加しました。最も成長したのは、ゼックです。ゼー・シーですね。えー、週あたりプラス20%でした。これすごいですね。最も下落したのは、D ・ O ・ G ・ E は、でって書いてますね。ちょっとね、えー、日本語が誤訳されてるのかな価値の11%を失ってしまいました。NOA。NOA NO っていうのがありますね。NOAP と BNX の価格が変わってない状況です。 えー、QDAO は24%下落しましたと。はい。暗号通貨市場は引き続き拡大しています。これね、暗号資産って打ち替えてないところがなんかですね。ビットコインは4万2000ドルを超える最高値記録しました。最近24時間主な暗号通貨の価格は1万ドルから3万 1000ドル下落しましたが、35000ドルエリアまでに回復しました。しかし修正が始まっているため、引き続き下落が続くことが予想されるということで、暗号通貨市場はね、一旦調整のための下落が起きるんではないかなっていうふうに分析しているのが暗号通貨市場です。さあ、そしてですね、BTCNEXT 取引所のアップデートがここでありまして、えー、希望される方はここをね、クリックして進んでいただきたいと思います。さあ、もうちょっと先の方ってみましょうか。気になるニュースはもっと下にあるんですよね。これですよね。皆さん。 ノアプロジェクトに新しい展望をもたらす投票ということでございます。これはあくまでも投票ですからね。えー、ノアコイン、ノアシティが何かね、進展をしたってことではまあないというふうに感じられます。ただ、そういうふうに向かってるんだな、生きてるんだなっていうふうに思わせるような、あプロモーションにはなってますよね。私はまあノアプロジェクトなんてもう、もう終わってるとは思ってるんですけども、どう思うか皆さんの自由でございます。いや、俺のね、金返せよって話ですよね。ノアにね、結構ね、 あの、お金入れたんですけども、そのまま盗まれちゃったんですよ。うん、ビットコイン送ったんですけども、この公式にですよ。それとも公式に見せかけたインチキなところだったのかもしれないですね。まあ、どっちにしても、ノアで、えー、資産を失った一人でございます。えー、ということでね、今日はそんなオチをつけて終わりにしたいと思います。皆さんもね、安全に暗号資産守ってくださいね。それでは、シーー。